引っ越してからかれこれ2週間、まだあらゆることがゆらゆら地に足がついてない感じ。だけど唯一料理だけはテキパキやってる気がする。お腹がすくっていうのはこうも私を動かすのか。思えば料理は身軽なもので、コンロの火と洗ったりするスペースさえあれば、いくつかの道具と食材を持ち込んで、そこそこ立派なご飯が作れる。ところで、彼氏彼女ができたばかりの1週間って、なんであんなに楽しいんでしょう。日常の景色が色づいて、浮き足立ってしまうあの感じ。まさに、今の私はあの状態なんです。一目惚れした、一回りも年上の味のある台所。そこにおなじみの料理道具一味が慣れた調子で溶け込んでいく。そんな台所との初めましてに作りたいのが味噌汁とおにぎり。いつも端っこに追いやってきた味噌汁。今日こそメインのおかずと同じくらい。いや、それ一つを食卓の真ん中に置くだけでお腹も心も満足いくような心強い一杯にしたい。ということで、夏野菜たっぷりのネバトロ乳麺豚汁を作ろう。豚汁の豚肉にとって人生の伴侶である生姜を千切り。夏から秋にかけて旬真っ盛りのナス。ひとまず3本切り込みを入れておこう。ネバネバ食材、オクラ。ムシムシするこの時期、何倍も美味しく感じる。オクラの産毛は火を通せば柔らかくなってそんなに気にならない。ここではガクとヘタだけ取っておこう。ネバネバといえば、キノコ類のナメコでちょっぴり秋の装い。透き通るような発色は鮮度のいい証拠だ。不揃いのナメコたちがぶつかり合ってプルプル食欲そそる。先駆けてナスを丸ごとグリル焼き。片面5分ずつ。味噌汁の基本は昆布とカツオだし。だけどこの当たり前を一度取っ払えば、今まで以上に自由な発想で味噌汁料理を再発見できる。鍋に敷く油、野菜やお肉の具から出るエキス、全部が味噌汁の味を支える出汁だ。ごま油で生姜が熱々になってきたところにお肉投入。豚汁作るぞと意気込むも、豚こまや薄切り肉はトゥーマッチな気がする。そんな時は中華スープのエッセンスを借りてひき肉で勝負。脂身から出る旨味とコクでいつもより濃厚に仕上がる。色が変わってきたら具が十分浸かるくらいのお水を注いで沸騰させよう。その頃グリルの方では焼きナスが出来上がってる。冬は焼き芋、夏は焼きナス、中はホックホク。煮浸しとかミートグラタンとかナスの究極の食べ方がたくさんある中、具材としてただ煮るのはなんだか物足りない。そんな今一つ感を覆す丸ごと焼きナス。表面黒く焼かれたナスの皮を熱々のうちに剥いていくと、まるでお麩のようにふわふわした黄色い身が顔を覗かせる。これをお鍋にポトンと落とせば、味噌汁にもナスにも新鮮な風が吹いております。オクラの緑が彩りを添え、なめこのとろみがまろやかさを出してくれる。グッドタイミングでご飯が炊けた。お米の甘い香りが引き立ってる。塩麹を少し入れておいたからかも。お茶碗のご飯はおにぎりにする。持ち運びする用事がなくても誰に作ってあげるともなく、たまに作りたくなる。こうやって手のひらの中で握れば、ぎゅっとぬくもりが込められるのか、冷めても美味しい。おにぎりといえば、生まれてこの方、三角型のおむすびだ。あれは小学校の遠足だったと思う。山の中、急な坂になっているところで、お弁当の風呂敷を広げたところ、案の定私のおにぎりも、友達のおにぎりも、コロコロ山の斜面を転がっていった。友達の丸いボール型のおにぎりは、遥か下の渓流へと消えていった。ところが、私の三角型のおにぎりだけは、途中でピタリと転がるのをやめたのだった。それからというもの、絵本の中は丸型、自分で食べるのは三角型、と勝手に決めている。このままガブリ、と行きたいところですが、
秘蔵のおにぎり具材を塗るまでは頬張れません。昨夜仕込んでおいたトマト味噌、あれだけしつこかった暑さも和らいで、忍び足で秋がやってきている今日この頃、夏が店じまいしてしまう前に旬の野菜を心ゆくまで味わっておこう。シンプルに作れるトマ味噌の仕上がりは、手に入るトマトの味に分かりやすく比例する。日中箱買いした北海道産のトマト、これが甘くて濃厚な味わいで大当たり。新鮮なうちに半分味噌にして保存。あればニンニクを一かけら、風味がうんと良くなる。煮込むと傘がごっそり減るから、今は鍋に大盛り入れておきます。強めの火にかけて沸騰、加熱することで酸味が飛んで甘みや旨味が増す。さらにトマトに含まれるリコピンが体に吸収されやすくなる。傘が3分の1くらいに煮詰まったらお味噌、大きめのトマト1個に対して大さじ1杯と覚えておこう。さらに煮詰めていくと、ジャムにしてパンにドロッと、ソースとしてパスタにさらりとマッチしてしまうオールラウンダーの出来上がり。粗熱を取って冷蔵保存すれば1週間ほど日持ちする。冷蔵庫で一晩寝かせておいたトマ味噌をおにぎりの上にこんもり盛る。白と赤のコントラストが洋なのか和なのか今のところ想像つかないからワクワク。このままでも十分ぬくもりある一品なのだけど、お家で焼きたてを食べられるときはカリカリ焼きおにぎりにする絶好のチャンス。グリルやトースターで表面こんがり焼き目をつけよう。社会人1年目、晴れ晴れしい気持ちで念願のぬか漬けデビューを果たしたものの、ぬか室の中はおろか、自分の頭の中すら整える余裕がなかったあの頃の私は、結局数ヶ月足らずで腐らせてしまった。その苦い経験から、今日までぬか漬けとは一定の距離を置いていた。しかし、どんな挫折も時間が解決してくれるはず。今の私はあの頃の私とは違うぞ、と新居を引っ越したのを機に再チャレンジ。ぬか漬けも生き物って言うから、ちゃんと育ててあげないとね、ってささやかながら真心込めて仕込んでると、それを目ざとく察知したワンコロが後ろで嫉妬中。涼しくなってくると、甘めの汁が無性に飲みたくなって、麹の割合が高い味噌を使う。こちらは適度な甘みがありつつ、豆のコクと香りがしっかり感じられる、バランスのいいお味噌だ。定番具材豆腐も入れたいところだけど、残暑が続く日でもスルスルお箸が進むよう、口当たりのいい豆腐そうめんタイプにする。麺とご飯を一緒にいただくことに、この上ない豊かさを感じるどうしようもない関西人の私は、そうめん味噌汁とおにぎりで平常な県民を装うのです。お皿に広々と漬物をあしらえば、質素というよりわびさびって感じ。香ばしく焼けたトマ味噌おにぎりには、海苔の代わりに爽やかな大葉をふんわり乗せておく。一人暮らしを始めた頃、今思うと信仰かなってくらい毎日お味噌汁を作っていた。そのうち調理道具や調味料がどんどん揃い、作れる料理のレパートリーも増えていくと、昔より食べる機会も減ってしまった。だからたまになんとなく味噌汁を作って口にすれば、そのほっこり優しい包容力に脱帽してしまう。焼きナスの香ばしい香りが全体に行き渡って、いつもの味噌汁じゃないみたい。トロトロナスは空気のように軽いから、じゅるっと一口で食べてしまいそう。危ない、ちょっとずつ大事にいただかなくては。豆腐そうめんが肉汁で濃厚な汁を口まで運んでくれる。もっとお汁を味わいたい、心の声が全部飲み干せって言ってる。刻みたての大葉と焼きたてのトマ味噌がふわりと鼻を誘惑する香り、抗えない。表面はカリカリなのだが、中はふわふわご飯。トマト果肉を噛みしめると、徐々に筆が盛り上がっていく小説みたいに、米粒の甘みが口の中に広がっていく。読んだことない本だからと思いつつ、ちょっぴりタイトルをお借りさせていただきたくて仕方がない。今日は紛れもなく味噌汁とおにぎりと犬日和です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も